お久しぶりです。はい。はい、どうも。お二人とも、とんでもなくお久しぶりですけども。お久しぶそうりだです。ね。前そうじ回、ゃない？動画から、多分、半年いかないぐらい。あ、そんなに経そつ？んなに。あれぶりの、お二人となってますけども。もう忘れたね。忘れたよ。ちなみ何やっに、てたっけね。あれ終わった後、マインクラフト、は、あれですか、やられましたか？やるわけないでしょ。やってない。一度も？やるわけないでしょうに。一度も。俺に至っては一回キャラなくなってたからね。ああ、そっか。ちょっと騒がしかった時あっ たちょっとね。騒がしかったからね。これ始めるにあたってちょっと騒がしかったね、君ね。一回キャラなくなってて、俺ちゃんと英文作って送ってるから。もじゃに。なんか前回の動画の最後にさ、モッドがうんぬんああ、言ってたあね。なんか次はモッドだみたいな。ねえ、言っあ、あてりたよましな。たね。次はモッドで会おうみたいなこと言ってたよね。ねえ、なんで思っあた？りました。俺がモッドだみたいなこと言ってたよね。そこまでは言ってない。言っそてこない。までは言ってないですけ言ってない。ど、お前思っが、たね。どうなってんの？これ今適用モッされてんドの？が、そうなんだ。モッドが、入ってないです。入ってあ、ない。入ってない。入ってない。あ、そう。まあ、考えたんですけど、いや、やることがあるんじゃねえかと。まだあるんだ。何？そうなんですよ。まあ、お二人、エンダードラゴンというね、大きいドラゴンを、ああ、やりましたやっ倒したましたね。ね。石の剣一生懸で、命。やってもらったんですけど、ええ。実はですね、このゲーム、まあ、そのエンダードラゴンの後に追加されている、モンスターがいるんですね。モンスター。で、まあ、その名前っていうのが、ほウィザう。ウィザー。ウィザモブになるんですけども、ー。モブ。モブ。それを倒すと、どうやら何かが出るらしいんですよ。レアアイテム。レアアイテム。おで、それを使って、なんか綺麗なものができるそうなんですね。綺麗なも綺麗なもの？の？おー。見たくないですか？いや。もう俺あんま物に執着しないタイプだから。そうだな。まあ、どうだろうね。そうなると、ここで終わります。この、どういうこと？どういうこと？あ、そう？何の用意終わっもちないの？ゃう？それ以外この動画終わっがちゃこうこで終か。わってしまうので、ちょっと一回だけ、食いつくバージョンでじゃあお届けしようか。なるほど。食いつくバージョンでね。なんか、えらく綺麗なものが、綺麗なもの？ちょ、欲しい！ちょ、いや、まだ。ウィザー、全くお二人はご存知ではない？ビそうザーっね。ていうのはあんまり聞いたことがないな。なんビだろザーなら聞いたことあるけど。う。ゼリー？それは知っているが。そあれと、以外はちょっと。天気ぐらいじゃああ、ウェザーね。なるほど。そうきましたか。ない えーきとまね、すよ。ウォザウォー、えー、ザ、そこ広げないでもらっていいですか？ ウィザーです。ビウィザザー。で、ウィザー、これちょっと自分も、途中から追加されたものなので、あまり詳しくない。詳しくない。なるほど。なので、丸々、まあ、どこかしらの、文章になる可能性もありますが、ちょっとじゃあ紹介を。なるほど。作り方もあるんですよ。作り方？作り方？ 何を言ってるの？ウィどういうザーのの？作り方？ウィザーの作り方。ウィザーを作るの？作るの？いいです。一回そこは大丈夫なんで。一回大丈夫。じゃあ行きますよ。ソウルサンドを T の字に配置しますね。ブロックの上に3個のウィザースケルトンの頭蓋骨を押すと、押さない。押さないです。もう一やん回おの願いか？します。ウィザースケルトンの、やんのかって。よし。へいへい。何する？正直なところ、一個も入ってきてないから、まあ、わかるよ。なんかそれ途よ中でり、噛んだりしてたでしょ、あの人。なんそうなか、んだよ。噛んで、わかんなかったんだよ何ね。にもわかんない。説明が下手くそなんだな。そうなんだよ。バカ野郎なんだよな。
あれ、ネザーに行くっていう話だっけ。うん、もしかして今そのまま行こうとしてる、手ぶらで。手ぶらのまま行こうとしてる。それよりさ、うん、イエー、あー、わかる、わかる、うん、気になるよね。気になるのところがいろいろあって。そうなんだよね。まあ、これ何っていう話だし、うん、これベッドありすぎ問題がちょっとね、うん、なんかなんかな、なんかさ、まあ、うん、言ってもこう新しく始めたっていうのも変か。そうだね。まあなんかでもね、しかもあれらしいぞ、バージョンがどうやら上がってるらしいぞ。バージョン、うん、ああ、相当多分ウッピーしてる。何が変わってんの、わかんない。何、もうちょっと違う。あ、すでに違う。色が違うじゃん。行くよ、うん、行くよ、うん、でで、おおしゃれ、へー、おしゃれドア、ほんとだ。あ、なんか違うな。違うんですよ。へー、こんな感じで。まあこれがどのバージョンでできるようになったのか知らないけどね。なるほど、うん、じゃあ他にもいろいろあるのかな。あるのかもしれない。そうなってくると、そうなってくるとこの家もなんかな、もうちょっとできるよな。うん、できるな。っていうかここじゃなくてもよくね。え、あ、根本的にもう別に。あ、これはこれとしてってこと。そう、もうこれはここで置いといてさ。ああ、新しく、うん、住みかを新天地。あー、なるほどね。うん、やっぱそれぐらいの、なるほど、意気込みがね。うん、そうそうそう、意気込みが必要じゃないですかね。じゃあ引っ越しするか。あ、そうしますか。うん、じゃあちょっとなんか必要なベッドとかさ、ここに、ここにあるわ。うん、引っ越そうぜ。なんか大事なもんあるでしょ。え、あいつらはどうする。どいつ、穴にいたっけな。あれ、なんかいっぱいいるな。穴にいたかな。さらに卵も置いてあるけど、うん、4匹いた。繁殖してんのかな、なんか分かんない。まあ置いてく、とりあえず置いてこうか。なんか崖の間とかはいい、面白そうだけどな。あ、いいですね、うん、崖の間。なんかさ、あれ、切り立った崖みたいなのってあるよね。うん、あの亀裂が入ってるみたいな。うん、なんかそういうところにこうの崖にこう部屋をいっぱい作って、おっていうのはおしゃれかもしれない。おしゃれでしょ。おお、お、雪だな。雪かい、すごいな。見渡す限り雪。なかなか、あ、飛び降りれば一気にしたい。それ、はい、あー、だっ、あー、お、ね、いって、お、うん、お、うん、お、すごい。なんだ、なんだろう。平気です。途中平気じゃない声が混じってたけど。平気です。砂漠か。あ、砂漠にどうやらピラミッドっていうものがあるらしいぞ。あ、本当に。うん、え、あ、そこにあんの。ちっちゃい、ちっちゃいやつ、ちっちゃい、久々に見た。あ、本当だ、久々に見た。やれやれやれ、あれ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 、お、飛んだ。あれ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 、強いな、こいつ。あ、痛い。おお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 お、結構強くね。あー、なんか出した。ゾンビ肉だ、食べてやる。こんな強かった。お前は俺が食べてやる。お前やめろよ。結構えぐいことするんだ。ちょっと引いたわ。サボテン飼ってる、あの人。なんかあっち木の感じがちょっと違うな。色が深いな。ねえ、なんだろう、この辺は。なんか怪しい雰囲気漂ってるな、ね、あ、海だな。あ、海ですか。お、ん、なんかあるぞ。お、なんだあれ、なんだあれ、建物、なんだこれ、建物があるぞ。なんだこれ、なんだこれ、誰かあの誰かの家だな。羊、入り口がないな。あ、いる、人がいるっぽいぞ。人がいるっぽい。え、でも入り口なくない。ちょっとあれ、この辺からお邪魔するか。ちょっと、なるほど、
こうなってんだろう。なんでこんなとこに。あ、開いた。いた？うん。よし。よし。よっ。まだ無理か。入り口ねえとかどうなってんだよ、この家。土があった。よし。あ、ちょっと、俺も入りたい。なんだこりゃ。なんか変な四角い花瓶みたいなのが置いてある。あ、俺ね、人かと思ったらこれ、花瓶か。花瓶みたいなのが置いてある。人の頭が見えてると思ってたのに、俺。なんだろう、あの花瓶みたいなの。なんだあれ。土まで来ちゃう。なんだあ、壊れた。え？豚肉で壊しちゃった。これなんだろうな、この、なんか風呂場みたいなのもあるね。ほんとだー。俺らの。あ、あれ壊しただろ。殴り壊れた。え、これだけの家があるの？これだけだな。ちょっと待ってくれ。早くしろよー。いや、よし。とりあえずじゃあ、近場をもうちょっと見てみるか。せやな。うん。ガキがいる、ガキが。あ、ほんとだ。ガキゾンがいる。溺れてんじゃないの？ほら、あっ、ここで、めっちゃ怒ってんじゃん。あっ、めっちゃ怒ってる。あっ、めっちゃ怒ってる。なんで俺に来る、なんで俺に来るんだよ。俺じゃねえだろ、殴ってんの。ほら、強いな。うん。なかなか強いな。ガッツがある子だ。すげえな、こいつ。あ、最近の子は根性がねえからな。そうだな、こんぐらい、やっぱこんぐらいやっぱ欲しいよね。うん。あっ、まあ、根性出したらそうなるんだけど。、うん、どうする？あの家じゃなくても別にいいんだけどさ。あ、どんなとこで暮らしたいみたいなのあるの？やっぱ海、海が好き。海の男だからね。そうなの？そうだよ。生まれどこだっけ？神奈川だけど。ああ、まあ、あるっちゃ、あるっちゃある。あるっちゃあるな。じゃあ、例えば、うん、ここから、景色で言うなら、右側より左っていう感じでしょ？いや、そりゃそうでしょ。山は、そんななんだ。山の男じゃないわけだ。山は嫌いだね。うん。疲れるから。じゃあ、もう、ど真ん中とかに建てる。ああ、そうだね。いいね。ど真ん中にドーンと行きたいね。悪くはないね。悪くはないね。うん。よし、そうしよう。決定。よしよし。あ、うさぎで。犬うさぎだ。あ、クモ。どうさん、右、横。あ、あ、大丈夫です。入った、入った。あ、痛い、痛い。あ、なんか鶏乗ってる。鶏乗ってる。鶏乗ってる。すごい。痛い、痛い、痛い、痛い。鶏乗ってる。スライムナイトみたいな。ニワトリナイト、ニワトリナイトだ。あー、父さん後ろ。ニワリナイト、ニワトリナイトが現れた。聞いてない、聞いてない。あー、ウサギを盾に。痛いよー。あっ。あ、こっちの方の気もしないと思うね。痛い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 。あ、弓兵がいる。あーし、あ、ここだ、ここだ。あった？うん、いっぱいあった、いっぱいあった。とりあえず回収する。よし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 。あー、いる、いる、まあ、いた、いた、またいる、またいる。もうやれ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 、痛い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 、強い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 。さっきの子供ちょっと血つけて帰ってきたな。な、あら、あ、ニワトリは、あ、ニワトリは敵じゃないの？これも乗りたい。痛い。じゃあここやっぱ離れようぜ。あー、この辺とかいいかもしれない。あー、この辺とかいい感じだね。うん、いいですよ。骨に立てちゃうか。なるほど。いいんじゃないですか。土台をでも作んなきゃいけないね。うん、土台をまず。この辺、この辺だね、じゃあね。あ、この辺にしよう。来るか、土台が。来た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 。来たね。あれ、これ以上いい。あれ、よし、これ土台、土台、土台。あー、土台。あー、しゃしゃ。あー。それを支柱としよう。うん、ちょっと浮かすか。あ、なるほど。こん、こんぐらい浮かす？あー、いいね。いいんじゃない？あ、いいんじゃない？例えば、こう、床がこうなるってことでしょ？下に。あ、そうそう、そういうこと、そういうこと。
あ、いいですね。ちょっと俺も。考えちゃう？ああ、なるほど。考えちゃう？そこまで行くか。考えちゃおうか。こうなるってことね。うん、そうなるね。はい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 。あ、いいんじゃないかな。どう？見える？俺だよー。おー。おー。なかなか。なかなか。なかなかなだね。海の家？なかなか。ちょっと俺も見てみたいな。あー。なんか、似たようなの見たことあんな。ほんと？なかなか。あー！なんだこれ。あー。なんだろうね。間のこれが間のが良くないのかな。そう、間のが良くないんだな。俺多分そういう問題じゃないような気がする。間のが良くないんだよ。なんだろうこのあのね、せっかく置いた期間が全然出てないのと、うん、なんだろうね、これ石じゃないかな。木かな、やっぱ石だとなんか重く感じるような気がするな。海の上にある、うん、コテージ的なのにする。それがいいかな。ということで、我が家がついに完成いたしましたので、じゃあ早速行きましょうか。どうやって行くかっていうと、まずこの中にボートが入っているので、ボートでの、移動になります。よいしょ。じゃあこちらへどうぞ。で、進んでいく。そうすると前方見えてまいりました。我が家。どうですか、このそびえ立つ感じ。いいでしょう。で、降りて、ああ、行っちゃった。まあ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 、あのこっちにもあるんでね、会話まだいっぱいあります。で、じゃあ早速上がってもらいましょうかね。ここが入り口になっております。でもテーマは、まあ、海の家、まあ、海に抱かれるようにしてね、生活できる空間になっております。行きましょう。で、入るとこのような空間が広がっております。どうですかねえ、こういいでしょう。こういう風になってて、で、まあ来てもらって、でまあここでほら家庭菜園なんかもねちゃんとできるようになって、ここには木なんかもね緑も楽しめるんですよ。で、まあ、ここに家があるので、じゃあまあ中に行きましょうか。早速よっ。で、入っていただくと流れるようにね、流れるようにこう下に行くようになってるので、下へどうぞ。そうするとこういうふうにいらっしゃいなっておりまして、こう。で、こうだね。海に抱かれるように、眠れると。眠れますな。まあだから、そうですね。生活空間はここです。トンさん。ん？恋話していい？うん、うん。ドンさんってさ、うん、誰かに告白したことある？うん、あるよ。なんて言うの？好き。相手なんて言うの？無理。
釣られてんじゃねえそう、いやー、あんまりやれたら有効な手段だよね。